ちは、こんばんは、おはようございます、本日はですね、静岡県に来ております。まずは概要欄に貼られている URL より、前の動画を見ていただけたら幸いです。静岡県の伊東市におりまして、昨日は大東館という宿に宿泊させていただきまして、その次の日ですね、その次の日に、そちらでいただいた UU クーポンという外のアクティビティで使えるクーポンを利用して、グランパル公園のグランイルミを見に行く予定でございます。現在午後の5時ですね。午後5時なのでもう入園できるので、いろいろ暇を潰して、もうね、楽しかった。現地のスーパー行ったり、でかいダイソー行ったり、時間あっという間に経ってしまいましたね。それではグランパル公園グランイルミを見に行きます。デイ、グランパル公園着きました。そこそこお客さんいるみたいですね。この時間帯はだいたい家に帰ってるか、宿にもうチェックインしちゃってるんで、この時間帯に外出歩けてること自体がもうすごく幸せなことで、興奮してます。すごく楽しいです、今。このクーポン券を使って入場料が無料です。入りました。結構規模は大きいのかな、まだ入ったばっかりなんでわからないんですけど、一回トイレ行きたい。トイレ行って中歩きます。やはりすごいわ、上から見下ろせたんですけど、すごいわこれ。寝そべれるシートはありました。座ってみよう。おお、いいね、ここ。雨のせいでびしょびしょでした、座ったら。うわー、いいわー。東京ドイツ村も行ったことありますけど、こちらはなんだろう、遊園地のイルミネーションっていう感じなのかな。で、人も少なくて貸し切り状態な感じがすごくいい。これは来た甲斐ありますね。馬車に乗っちゃいました。馬のお尻プリプリ。恐竜いたー。そして子供がやめてやめて泣いてる子供が照明の当て加減が上手ですね。絶妙。結構迫力ありますよ。このメインとも呼べるティラノサウルスが動くのかなと思いましたけど、動かなかったですね。かなり大きいです。これ実物大とかもしかして。あ、なんか食べてるね。これもでかいティラノサウルス。もう夜の遊園地っていうだけで興奮しますね。人気がないのがまたいいのかな。すごいいいんだけど。わあ、いいわ。夜の時間で動いてないこのアトラクションとか
すごく風情を感じるのは私だけでしょうか。滑り台があるんですよね。しかもイルミネーションがこれだけ綺麗な、これは怖いからやめとこう。ケツが、あー楽しかった。うわー楽しい楽しい。坂道疲れた。マスクの中びしょびしょ。なんか遠くにねすごいのが見えたんですよ。見えるかな、ここ。いや見づらいな。あっちのゾーンすごそうなんで行ってみます。すごいわ、すごいっす。これは綺麗。かなり広大なスペースに敷き詰められたイルミネーションたち。すごい。イルミデズー。すげえ。夢のトンネルだそうです。このトンネルを抜けた先に一体何が待っているのか。それは僕に、トンネルを抜けた先に待っていたのはすげえ。ほんとすごい。これ演出がすごい。このプロジェクター見えますか、裏にあるの。超でかいっす、このプロジェクター。大きさどれぐらいだろう。縦 800m の横 1.2km ぐらいありますね。それぐらいでかい。お？ショーが始まるのかな。あ、あー、ショーが始まるのかも。消えた。ただね、これ BGM がやばいんだよな。 BGM がやばいから私が一生喋り続けるかオフにするしかない。こっから先オフにするかも。すげー、上から見たいなこれ。巡り合うのかを私たちを。霧が、さっきのスモークが晴れないですけど、全体図がこんな感じです。もうすごいしかみんな言ってないぐらいすごいっすね。本当にすごい。 BGM 著作権にかかんないようにね。やばい、シャボテン公園同様思いのほかすごすぎて電池がまたなくなります。
景色やばー、すごー。こなした日々の真ん中、不思議な引力に逆らう愛なのか、変わる心情の中、その続きを送らせて。はい、というわけでイルミネーション見終わりました。あっちで喋っちゃうと音楽が流れてるんで喋れないと思いましたので静かな方に来ました。もうグランパル公演30分ぐらいで見終わるんじゃないかなって思ったんですけど、実際2時間いました。2時間ずっと感動しっぱなしで、比べるのもなんですけど、千葉県のドイツ村とは別格でしたね。すごかった、本当に来る価値大ありですので、ぜひ夜のグランイルミ見に来てみてください。そしてこの2泊3日の伊豆旅行最高でしたね。クーポンのおかげで、シャボテン公園グランパル公園と来れたのでだいぶ大きいですね。慌ただしかったですけどかなり充実した旅になりました。では今から帰ります。というわけでここまでご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の旅でお会いしましょう。